ショータイム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、はい、前に炭治郎くんが16タイプでなんだろうねっていうのをやり、善逸くんが何タイプだろうねっていうのをやりました、じゃあ、猪之助くん、猪之助くんはどこでしょうというのを、猪之助くんね、トレーニング的にやりたいかなと思ってます、私が気に入ってるのは、まずなんか初めにこの4つの気質、SP かな、SJ かな、NT かな、NF かな、っていうので、なんとなく決めたいなっていうのがあるんですけど、僕の中で猪之助くんって SP、ディオニソス、酒の神バッカスです、超行動の人たち、か、理想がある NF、かなと思ってるんですけど、僕も同じです、ね、どちらかぐらいで SP の方が強い強そうな気がしますよね。もしかすると NF もあるかなぐらいの感じ、っていうところで、猪之助くん、ちなみに外交内交で言うと、例えば外交だと、社交的、外界への関心とか、幅の広さ、広く浅い人間関係、で内向型っていうのは、一点集中、自分の領域、奥の深さとかが挙げられていて、またこちらユングの個性化の過程っていう本なんですけど、こちらの中で内向的っていうのが、例えば不愛想、批判的、根気強い、無感動っていうのがあって、例えば外交的だと、まあ、熱狂的飛躍的、なんか内向かなって初めちょっと思ったんですね、あのうちにこもった感じ、爆発するときはするけど、ただなんかこのどうです、猪之助くん、この、まあ、この読むと、どっちもあり当てはまる感じがしますよね。そうですね、こう外交的な外に外にっていう感じもするじゃないですか。だけどこう明るくて楽しくて和気あいあいとみたいな社交的なイメージはない、イメージは全くないですもんね、だけどこう誰にでもこう噛みついていくし、思ったことは何でもぶつけていくし、そうなんですよね、だってなんか 愛ですかね、内向、まあ、そう、要は例えば外交的だと信頼しやすいとか、温かい、友好的とかなんですよね。そういうのがないですね。ないんですよね、そうなんです、あの内向性的で挙げられている心配性とか、悲観的っていうのはちょっとなかなか感じないんですけど、冷たい、不愛想、不愛想とか、そう、交際嫌いとか、個人主義、外交的は集団主義なんですね、内向ですかね。内向、ここどちらかというと内向、だけど、まあ、外向もあるのかもしれないぐらいの X みたいな感じですかね。じゃあ、内向、IS、T か F か S ですよね、ごめんなさい、そうなんですよ、あの感覚か直感か、例えば感覚で言うと、感覚が経験とか、実際にあることとか、地に足のついたとか、まあ、肉体的なこととか、事実、実用性とか、で、N になるとなんか未来、空想的とか、霊感とか、夢見がちファンタジーみたいな、ちょっとあの肉体的なところから離れていくんですよ、だともう考えることまでもなく S だと、じゃあ思考か、まあこれも T か F かで言うと、F でしょうっていうそうなんですよね、まあ、思考っていうのは客観的なこととか、規則とか、健康であったり、批判的、分析的とかってあるんですけど、F っていうのは主観的、客観的じゃないんですよ、主観的だと、で個人的、正義よりも人情、区別よりも調和、まあ、調和はなかったとしても、彼の中で多分善悪はあるんでしょうね、まあ、あると思いますね。
F ですよ、まあ、T はないですよ T はないんですよっていうともう、うん、SP だって出てるので、うん、J ではないんですよ、うんうんうん、伝統とか全くなさそうですね。伝統的なところは全くなさそうですもんね刃自分で砕くぐらいですからね、はい、要は人生は風の吹くままとか、うんうんうん、まあそうですよね。I I S S F F P I S F P はい、うん、っていうこのカーシー博士で言うと、うん、I S F P ですねと、うん、I S F P、はい、内向感覚感情認知、うん、今を鮮烈に生きる、あ、っぽいですもんね。っぽいですね。謎に包まれた性格、はい、うん、要はっぽいですね。ISFP 型は、うん、自己を表現せずに行動する、うん、今を生きると、うんうんうん、脇目も振らずに熱中すると、うんうん、言葉よりも五感に基づいた、あ、もうそのままじゃないですか。規則に縛られない自由な仕事に向く、うん、独立心に富む、うんうん、もうそのままじゃないですか。そのままですねということで、うん、あそこは NT がいないんですね。あの3人の中にはそうです、ね、知識派がいない、うんうんうん、なんか個人的に、うん、あの3人の中、うん、鬼滅の刃の中の3人の中には、うん、NT がいないんですけど、うん、柱の中、はいはい、で、うん、あの水の柱っているじゃないですか。はい、水の柱、富岡義勇、あ、そう、義勇とかは、うん、なんか NT っぽい感じかなって、うんうん、あとは親方様が、でも親方様あれ NF ですよね。 NF ですよね、あれ NF ですよね、うん、NF な感じ、アポロな感じ、はい、アポロな感じしますよね、うん、でなんかこの4つの気質でなんとなく掴もうとすると、うん、見えてくるものがあるのかなって、うん、最近、あ、はい、何を大事にしてるのかとか、うんうん、体調こんなふわっとした人ですけど、うん、自分はおらないですよっていう、うん、理想はありますよっていうこととか、うん、あ、表面的には合わせますけどね。あ、そういうゲートはできる。その、まあ、トラブルは嫌なんで、はい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 、そう、心の中では絶対違うと思いながらそうですねってそういう強さはありますよね、うん、僕はなんか偉い人とか特に権威のある人に言われると、うんうん、まあ、そうなんだって、うん、それが正解なんですねって思ってしまう、うんうん、あの伝統主義者的なところがあったり、あの敬うべきだみたいなのがあったりする、はいはいはい、っていうのがこの MBTI 的なもの16タイプのものだと、うんうん、そういうのがちょっと掴みやすくなるのかなって思ったりします。エニアグラムの9タイプよりエニアグラムはなんか深すぎる感じがするんですよね。深い、うん、はい、というなんかまあどっちも面白いんですけどね、うん、どっちも面白いです、はい、また考えていきたいと思ってます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。